寒っ。いやー寒くなってきたというわけで、今持っている布団の替え時か。まあでも布団って重くて嫌なんだよな。そんな方におすすめ、素肌で体感、布団に入った瞬間ひんやりしない、こちら毛布単体使用も OK。 お持ちの布団をこちらカバーに入れて使うことも OK。 春秋冬用天然綿 100% 使用、こちらの掛け布団カバーを紹介します。本番いきます。よーい、カメラ OK、 音 OK、 役者 OK、 よーいスタート。どうも皆さんこんにちは、監督ラボの監督です。はい、というわけでこちら商品が届きましたので開けていきたいと思います。はい、こちらでございます。はい、というわけで答えを見ましょう。はい、こちらの掛け布団カバーとなります。こちらの特徴としては長い期間使えます。まず春と秋、このまま毛布単体として使うことができます。重さは 700g、 薄さはこちらですね、本当にこれくらいの薄さでございます。こういう形で春秋については毛布として利用することができます。さらっとした柔らかな肌触り、肌への負担がございません。続きまして冬、なんとこちらなんですけども2way 仕様となっております。ファスナーがついております。あ、いいですね。大きめのこの掴むところ、こういった形でこちらの中にですねお持ちの掛け布団を入れることができます。こちら今持っています布団入れていきたいと思います。お持ちの布団のこれにつけていきます。こんな感じでつけまして、あとはこちらを6箇所つけていきたいと思います。はい、というわけで布団入れてみました。こんな感じでボリューム感が増えました。もっと大きな布団も全然入りますね。こんな感じになりました。あ、いいそれ、待て、おかえり、待て。あ、こんな感じです。型崩れしにくいものとなっております。掛け布団をかぶせるだけで体温を逃さず暖かな状態を保ってくれます。こちらのファスナーなんですけども、丈夫で開け閉めが可能な、布団の出し入れが簡単な片側全開のファスナーとなっております。布団を止める決め止めは一般的なこういったところがですね6箇所ついております。着脱装着簡単で布団とカバーがずれにくいです。冬場に使う際は乾燥した空気の中で静電気が発生しづらく、安心で柔らかに使うことができます。冬でもぬくぬくあったかフレンネル素材、きめ細やかなマイクロファイバー生地のため、一般的なブランケットよりも柔らかくてめちゃくちゃあったかいです。保湿力も抜群、寝ている間に体から発する熱、その熱をこのカバーが受け取り保湿力がアップしていきます。本体なんですけども、はい、こちらシングルサイズですね。軽いです。薄くて軽いので体の負担にはなりにくいです。ふんわりとした食感、ゆったりと眠れる心地よさ、快適な睡眠をサポートしてくれます。匂いはですね無臭ですね。こちら抗菌防臭加工してますので、汗の匂いや部屋干しの生乾き臭を気にせず使うことができます。はい、というわけでですね、まあ、最近寒くなってきたんですけども、そういった方におすすめです。このまま毛布単体として使うこともできますし、寒さが強くなってきましたら自分の持っている掛け布団こちらに入れて使うこともできます。 2way 仕様となっております。布団に入ったひんやりしない春秋冬用天然綿 100% の掛け布団カバー、ぜひこちら興味がある方は概要欄をご覧ください。ちなみにですね、こちら本体丸洗いすることもできます。気軽に洗うことができますので清潔に保つことができます。本体で強度もですねしっかりしてますので型崩れもしにくい仕様となっております。他にもですね、毛玉がつきにくい高ピール加工というものがされておりますので、長く使うことができるかと思います。カラー展開はこちらダークグレー、他にネイビーとラクダ、そしてサイズはシングル、セミシングル、ダブルとなっております。この監督ラボでは心からお勧めしたい商品にこういったですね商品提供していただきまして、動画を出しているチャンネルとなっております。興味がある方はぜひチャンネル登録をして他の動画もぜひご覧ください。ではまた次の動画で会いましょう。早速使えるぞ。いやー寒くなってきた。はい、ちょっと肩崩れにくいもん。